川勝知事の女性蔑視とも取れる発言などをめぐって県議会の一般質問で追及が始まりました。知事は知事として不適切だったと述べる一方で、辞職については改めて否定しました。今朝登庁したばかりの川勝知事を訪ねたのは、県議会の自民会派と公明会派に所属する5人の女性議員たち。知事の女性差別的かつ人権意識の欠如した発言に対して厳重に抗議したいと思います。抗議のわけは今年6月の知事の発言です。静岡文科芸術大学倍率11倍だ、8割ぐらい女の子です。でも11倍の倍率を取ってくるんですから、もうみんな綺麗です。でめちゃくちゃこう顔が綺麗な子はあまりこうあの賢いこと言わないとですね、なんとなくもう綺麗になく綺麗に見えないでしょ。だから全部綺麗に見える。以前学長を務めた大学の女子学生を引き合いにした女性の容姿と能力を結びつけるような発言。今日始まった県議会の一般質問でも自民会派から厳しい追及がありました。内面が輝いているわけですね。ですから生き生きとしているわけです。だからそれが私は美しいというふうに思っていました。言葉足らずであるので不適切であるというふうに存じます。学長が自校に通われる学生をきれいだとかきれいでないとか、そんな目で見ていること自体が不健全だと思いませんか。また知事が新東名高速道路の建設現場について、工事現場にいるのはおっさんばかりと思ったら大学の工学部を出たとか立派な人ばかりと発言したことについて学歴差別ではないかと指摘されると、学歴に対する差別というのは私はさらさら持っていない、わけでございます。以上です。そして質問は知事の進退に及びます。知事は辞職勧告の決議を受け、いつ辞職をなさるのかご答弁願います。県民に負担をかけるということは避けねばなりません。したがって今知事選をお願いすることはできないという認識でおります。しかし負託を受けている期間は在任中合計4年でございますので、この4年間の間に、どうしても私が辞めた方がいいという事態が生じますれば、今はそうではないということでございます。今日の議会で知事の不適切発言をめぐる質疑にはおよそ1時間が費やされました。